さて、じゃあ今度はここまででまずその、まあ、大きな整数をその複数のワードを使って表現する、そしてそれをメモリにしまうというところまではいきました。で今度はその多倍調数をですね、実際にその加減乗除するようなそういう仕組みを整えていこうと思います。でそのために、まず最初に、1ワードの四則演算をこの計算機が行うための仕組みを復習というか紹介しておきます。で、最初の時間のその計算機の構成というところで紹介したように、この四則演算に関わる部分には、この CPU という部分が、まあ、その役割を果たすわけなんですけれども、で、そこでまずその1ワードの四則演算を行うための CPU の機構を紹介しますと、次の2つの部品が、その役割を担います。1つ目はレジスタと呼ばれるもので、でもう1つは ALU と呼ばれるものです。でこの ALU は、日本語で言うと算術論理演算ユニット。で英語だとそのアリスメティックロジックユニットっていうのを頭文字を取ったんですけれども、まあ、こういう2つの部品から構成されています。で、まあ、それぞれの重複解をちょっとしますと、まずレジスタっていうのはそのメモリの一種なんですね。で CPU 内でその情報二進数のビット列を保持するメモリです。で、ワード数としては非常に少ないんですけれども、極めて高速にアクセスすることができます。でレジスタには、もう少し分類すると、以下の2つの種類がありまして、1つは汎用レジスタと呼ばれるものです。でこれはその、まあ、演算対象、すなわちその演算する加減乗除に使う数ですとか、それから加減乗除を割った計算結果を、まあ、保持する、保存するためのレジスタですね。でもう1つは状態レジスタと呼ばれるもので、このテキストではその補助演算装置という名前で呼ばれていますが、まあ、状態レジスタとも呼ばれます。でこれはCPU の演算に伴うさまざまな内部状態を保持するものです。でちょっとその内部状態というのはどういうものかというのをまた今後説明が必要な部分もありますけれども、まあ、例えば四則演算をした際に桁上がりが起きたとか、それからゼロで序算が発生したとか、そういう、こう、プログラムを進行する上で、いろいろ、こう、なんでしょうね、こう、いろいろ、その例外の処理を行ったりとか、分岐をしたり、処理の分岐をしたりとか、そういうことに必要な、その現象が発生した状態を、まあ、保持するレジスタが、この状態レジスタです。で、もう一つ、その、ALU の方ですね。ALU の方は、ここがレジスタやメモリからそのデータを呼び出して実際に四則演算や論理演算を行う回路の部分です。ですので、まあ、今我々が使っている携帯電話をはじめとする情報機器っていうのは、ここで本質的な計算が行われて、でそれであたかもこう仮想の世界が現実に現れているようなこともやったりするわけですね。であと、ALU の働きとしては、その計算結果を、ここで計算して、結果をそのレジスタやメモリに格納するですとか、それからあと、その計算結果に、計算によって発生した新たな状態を、まあ、状態レジスタに格納するといったような機能も担います。で、一応ですね、この CPU の仕組みについては、いろいろな資料が、インターネット上にもあります。でここで引用するのは東芝が出しているそのマイクロコンピューター入門コースっていうそういうこういうコンピューターのですねこの入門の資料が教材がありまして、でそこでこの東芝が出しているその組み込みの CPU が紹介されております。でこの CPU のですねなんとなくこう仕組みを表した、まあ、ブロックダイアグラムといわれる図が載っているんですけれども、この中にその今説明しましたいくつかの部品が入っておりまして、例えばこの画面のこの図のですねこの V みたいな形をしたところがこの ALU ですね。それから ALU の隣にあるこの箱の部分が状態レジスタです。でこの教材ではプログラムステータスワードというような名前がついています。それからあと
この箱の CPU の箱の中の右上にある部分がこの汎用レジスターでして、まあ、ちょっと字が小さくて見にくいかもしれませんけれども W とか A とか B とか C とかっていうふうにこう一個一個のレジスターに名前がついています。合計でまあそうですね、せいぜい十数個とか非常に小さいメモリ領域としては小さい部分なんですけれども、一応その計算機で行われる全ての計算はこのレジスターですとかあと ALU を介して行われています。ということで、ここまででそのまず1ワードの、指則演算を行うための CPU の仕組みについて紹介しました。で一応これを踏まえて今度はその1ワードのですね符号なし整数2個の加算の仕方を見ていきます。ここでは符号なし整数2個をですね、まあCPU 仮想的な CPU を考えてでそこのレジスタ X と Y という、まあ、2つのレジスタにその足す整数をですね入れておきます。それでこの X と Y の加算を行ってその結果を Z というレジスターに入れるという状況を考えます。で、まあ、ここのところはその我々がその十進の、まあ、小学校以来習ってやっている十進の整数の筆算と同じようにしてまずこの二進の数の加算を行うわけですね。で X プラス Y を計算してそうしますとこの状況ですと N ビットの、整数2個の加算を行いますから繰り上がり桁あふれが起こる可能性があるわけですね。でここでその桁あふれがもし起きたら、その情報を、まあ、1という値で表してそれをここにあるそのガンマという箱に入れます。このガンマというのが、状態レジスタもしくはテキストでは補助演算装置と呼ばれているものです。で、このようにしますとその X プラス Y という計算結果が、まあ、普通の数式で表すとガンマ ×2 の N 乗プラス Z という形で表すことができます。で、このようにしたその1ワードの整数2個の加算をですね、この一番下の行にありますように、まあ、大括弧で Z ガンマというふうにくった形のペアで表す、このテキストで表します。ですので、一応この最一番下の行の式の意味は、X と Y の加算、1ワードの加算を行って、で、計算結果を Z、それから桁上がり情報をガンマに代入するというふうに思ってください。ここまででしょうか。まあ、だから、ガンマは、だから見方によっては、その、繰り上がりによって生じた、まあ、最上位桁と思ってもいいわけですね。はい。じゃあ、今のですね、その1ワードの、加算を踏まえて、じゃあ、この長さ K ワードの、多倍長数、整数 A と B の加算を考えます。で、やり方としては、先ほどのスライドに載せた図と同じように、まあ、電卓を並べたものだと思えばいいわけですね。各ワードごとにこう電卓を並べて、まあ、その加算をどんどん積み重ねていくというふうに思ってください。でやり方としてはこれ繰り上がりは下位の桁から上位の桁に向かって繰り上がりが発生しますからまずその一番下位のワードから計算をするわけですね。この場合ですと A0 と B0 がそれぞれ A と B の最下位のワードですからまず A0 と B0 の加算を行ってで結果が C0 になりましたと。でそこでもし繰り上がりガンマ1というのが発生したらそれを次のワードの加算に加えるわけです。で次のワードでは A1 と B1 の加算を行ってでその結果が C1 になりましたと。でそれに C0 から来た繰り上がりガンマ1を加えてでもしそこで繰り上がり桁上がりが発生すればそれをガンマ2としてまた次の上のワードに加算するというふうにしてこういった形の加算を繰り返していきます。で最終的に最上位ワードの A の K-1 と B の K-1 の加算を行って、まあ、C の K-1 のワードを得ると。でもし繰り上がりが発生したらその繰り上がりを
ガンマの K に代入するというふうに、そのまあやってることはその我々が日頃筆算で足し算やると同じようなことを、まあ、あのワード単位でやると思えばいいわけですね。で、一応これを数式で表しますと、テキストで用いている数式の表現を使いますと、まあ、A という数が、まあ、A0 から A の K-1 のワードの列、それから、B が B0 から B の K-1 のワードの列 を使って、先ほどのような加算を行った上で、計算結果として C が C0 から C の K-1 のワードの列になるということを言ってるわけです。ここまでいいでしょうか。で、じゃあここからの問題なんですけれども、じゃあ次に、その今僕がこう、口頭で説明した、多倍長数 A と B の加算を行って、その結果を C に代入するという操作、これをそのどう記述するかっていうのが問題になるわけですね。今こういう形で先ほどの筆算の図を使って説明しましたけれども、まあ、これをその例えば皆さんが相手の人にどう正しく伝達するか、もしくはコンピューターにどう正しく計算するかということは次の問題の課題になるわけです。